はいどうも、車買うチューバーは安作チューブです。今回は、スバルフォレスターで雪上試乗会 in 酸ヶ湯温泉ということで、青森県の酸ヶ湯温泉に来ています。すでにですね、クロストレックでここまでの道中の動画もアップされているかと思いますけれども、そのシリーズ第2弾で、今回はですね、酸ヶ湯温泉をフォレスターアドバンス、こちらでスタートしていくと。で、こちらのフォレスターはですね、2リッターの e ボクサーの AWD となっています。シンメトリカル AWD のね、バッジがキラリと光ってますが、いや、外気温、意外と寒くなくてですね、2度と表記されています。でも雪は今、コンコンと、降ってきていてですね、道中は結構路面が、アスファルトが見えている状況だったんですけれども、温泉入っている間にですね、かなり降り積もったんで、いい感じの新雪を走っていくことができそうです。そして、やっぱスバルといえば、四駆性能ですよね、総合雪国性能の高さを謳う、スバルですので、結構ですね、この今止めていた間にもですね、車の周り、かなり雪が積もっていて、ちょっとやわな車だと脱出するのも大変な、ぐらいになってるんですけれども、そんな時でもご安心ください。スバルではですね、X モードと、いう、このね、フォレスターではこういう物理ダイヤルが用意されていて、こちらを回すと、はい、スノーダートモード、そして、ディープスノーマッドモードと、いうモードがあって、アクロでね、スタックしてしまう、ハマってしまうようなシーンでも難なく発進することができるということで、じゃあせっかくなんで、まあディープスノーっつうほどディープじゃないですけども、まあせっかくなんでディープスノーで発進していければと思います。それではシフト D レンジに入れてディープスノーモードで走り始めます。行ってきます。はい、難なく発進することができました。このディープスノーとかね、マッドとか、スノーモードとかは、時速30キロ以上になると、一旦キャンセルされる形になっています。今はまだ、ディープスノーモードだと、トラクションコントロールがオフになるみたいですね。ちょっと危ないんで、じゃあスノーダートモードで走っていきます。雪降ったとはいえ、路面はあんまり積もってないですね。酸ヶ湯温泉でも今年は、例年になく雪が少ないと。地元の方もおっしゃっていたんで、本当にね、以前来た時とは全然違って、まあ雪壁はね、3メーター近くあるんですけど、路面はね、結構除雪されていて、雪が積もっていたりとかっていうことでもそんなにないですね。まあでもここから先は、まあ、結構雪がね、路面に積もってますね。今まだ30キロぐらいで走っているので、スノーモードで走れていると。いう感じですね。この先、冬季閉鎖中とありますので、まあ、そんなにここから先はいけないと思いますけれども、まあ、せっかくなんでね、フォレスターの、雪国性能、四駆性能を試していきたいと思います。でね、フォレスターはもうすでにですね、旭川でも、雪上ね、試乗もやってましたんで、もう何度目っていう感じにはなってるんですけど、この前も、e ボクサーでしたけども、まあ、今回もまた e ボクサーですね。アドバンスっていうグレードですけども、2リッターの e ボクサーになってますが、シンメトリカル AWD ということで、水平対向エンジンで、AWD になってますが、やっぱスバルのね、水平対向エンジンは、普通のエンジンよりも搭載位置が低いので、やっぱ重心高が低いわけですね。なので、こういうね、四駆でアクロを走ったり、ワインディングを走ったりする際にも、重心高が低いので、こう左右に振られないと、ロールが少ないというのが特徴となってますが、それがね、走りの楽しさにも直結してますよね。いやいや、まだスノーモードで走ってますけど、めちゃくちゃ楽しいですね。もう難なく走れてしまうと。そして、クロストレックももちろんいいんですけど、他のね、アウトバックとかレボーグもいいんですけど、やっぱりフォレスターは SUV なんで、最低地上高がしっかりね、確保されてますよね。アプローチアングル、デパーチャーアングルしっかり確保されていて、最低地上高も220ミリと22センチ確保されているので、まあ、今回ね、あんまり新設のところとか、岩場とかに飛び込んだりはしないですけど、そういうね、本格的なアクロ走破性があるというのが、やっぱフォレスターのね、いいところですよね。でさらに、やっぱ、スバルといえば、総合雪国性能の高さを歌ってますんで、まあ、このね、シンメトリカル AWD とかね、X モードの、アクロ走破性もそうなんですが、それだけじゃなく、やっぱシートヒーター、ステアリングヒーター、完備されていると。こういうのも嬉しいですよね。で、しかも、こちらのフォレスターではですね、フロントのシートヒーターだけではなく、
鉱石のシートヒーターも用意されていると。これも嬉しいですよね。SUV を名乗っていても鉱石のシートヒーターつけられない車であったりとか、あとは高額なオプションだったりする車ありますから、それがですね、フォレスターは比較的ライバルに対してもリーズナブルな価格で、一番安いツーリングとかのグレードだと306万とか税込みでもそのぐらいの価格からスタート価格があるという車になってますので、昨今高額化するね、車の価格の中でもお買い求め安いSUV と言えますよね。しかも装備がね、今言ったように充実していると。でさらにやっぱスバルといえばアイサイトをはじめとするね、安全装備、運転支援、この辺もやっぱもう折り紙付きなわけじゃないですか。まあ時期型のねフォレスターもそろそろね、あの海外では発表されてそわそわしてる人もいると思うんですけど、時期型は 2.5 リッターのハイブリッドを搭載するという噂もありますんで、まあそうなるとね、価格上昇は避けられないかなと、そうなると今みたいな価格で買えるのはもう現行型のフォレスターだけっていうことになるかもしれないので、そういう意味ではね、300万円台前半から買えるこの本格的なシンメトリック AWD ですから、そう、四駆でこの価格ですからね、もうね、価格設定がおかしいんですよね。それでいて結構充実したオプションも用意されていると。そもそもシートヒーターつけられない SUV とかもある中で、まあ鉱石までシートヒーターもつけられると。でね、こういうデジタルインナーミラーですね、スマートリアビューカメラでしたっけね、スマート、なんかあの各メーカーで名前が違うんで覚えられないですけど、それとかあとね、こちらのフォレスターには残念ながら360度カメラは用意されてないんですけれども、視界拡張でですね、フロントとサイドの、カメラはついているという形になってますので、あとね、このね、このリアビューカメラも付けられますんで、まあ、そういうところの安全性もしっかり確保されているというのはいいですよね。あとですね、やっぱスバルといえばゼロ G安全を歌っていますので、こういったね、運転支援とかあの電子デバイスでの安全装備っていうのもあるんですが、そうじゃなくてですね、そもそもこの視界がいいわけですよ。で昨今ね、スタイリングを重視するあまり、この A ピラーがすごい寝かされてですね、前方視界が悪い車とかもあったりする中で、フォレスターはちゃんとね、A ピラーも寝かせすぎずに、フロントのこの天地のね、この見切りもよく、で、ボンネットフードの見切りもよく、で、さらにこういうね、A ピラーの付け根のところの三角窓もしっかり、確保されているので、死角が少ないですよね。そういう、この、人間の目で見た時の視覚の少なさ、こういうのもゼロ G安全につながってきていると、いうことですね。で、さらに、アイサイトではですね、こちらアイサイト X は用意されてないんですけども、アイサイトツーリングアシストはありますので、高速道路での、全車速領域でのアダプティブクルーズコントロール、そしてレーンキープ、こういったものは当然用意されているということで、そういうね、昨今求められるような安全装備もついていると。もうそれでいてこの価格帯と。いうね、ちょっとコスパモンスターな車になってますんで、やっぱね、そして降雪地域でのもうこの絶大なる安心感ですよ。これはね、やっぱなかなかこの価格ではライバルはちょっと実現できないんじゃないのっていうぐらいのやっぱ雪国性能を有してるなと改めて思いますね。いや、そしていい感じに雪が今ね積もってる道になって、少しちょっとスピードを上げて走っていきたいと思いますが、いや楽しい楽しい、いやめっちゃ楽しいですね。雪が降れば降るほど楽しくなる車って感じですね。そしてね、フォレスターといえばですね、荷室容量もめちゃくちゃ広いと。でシートバックを倒せばねフラットになるということで、そういうところもね段差が生じにくいという作りになっているのはやっぱステーションワゴンで一日の長のあるスバルならではだなと思うところですね。ウィンタースポーツやる場合にもですね、あとはまあルーフレールが付けられたりとか、そういうようなユーティリティの高さっていうのもねフォレスターのいいところなんですよね。モデル末期熟成の極みにあるフォレスター、最新モデルじゃなくてもいいよっていう方でね、質実剛健な車がいいという方はですね、車界のワークマンことスバルのね、こういう実用性にね優れた、フォレスターを
検討してみるっていうのもいいんじゃないかと思います。はい、といった感じで、今回ね、スバルのフォレスター改めて雪上市場、そして、総合雪国性能の高さっていうのをレビューしてみましたけれども、いかがだったでしょうか。気になっている方はね、お近くのスバルのお店、足を運んで、市場見積もりされてみてはいかがでしょうか。そしてですね、今回の試乗会に東北地区スバルグループ限定車ウィルダネススペシャルというのがあったので、こちらもねちょっと撮らせていただきました。ベースとなるフォレスターの車両にですね、北米などで売られているウィルダネスというね特別使用車のホイールをまとったフォレスターになっていると、まあ、こちらが349,316円のスタッドレスタイヤセットが装着されていて、それ以外にもですね、リアゲートプロテクターとかカーゴステップパネル、フロントグリルがブラックになっていたりとか、あとベースキットっていうのがついていたり、あとねダイヤトーンサウンドナビセット ETC2.0 ドライブレコーダーなどもろもろついて、それぞれをね別でつけるよりも349,316円お得というスペシャルプライスになっている、まあ、特別限定車が東北地区スバルグループで出ているということです。ツーリングにもね X ブレークにも装着できるということで、こちらのオレンジのね差し色が入っている方が X ブレークですが、まあ、こちらをこのねウィルダネススペシャルにすることもできるし、ツーリングというね2リッターの E ボクサーのグレードをウィルダネススペシャルにすることもできるというねお買い得モデルとなっていますのでね、東北地区お住まいの方はねぜひチェックしてみてください。車でも何でも欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワンソクチューブ次回もお楽しみに。